中の仕組みのことよくわかんないから、だから私の言ってることが全部正しいとは絶対思わないでもらいたいんですけど、ただこんなこと言ってるやつもいるんだ程度には聞いてくれたらなと思うんですが、小学校、中学校、あと高校もですか、全部休校ってね、とんでもないことだと思うんですよ。まあ、それ自体とんでもないことですけど、今これだけ広がっていて、この病気が、収束するという見込みも特にない、暖かくなってもどうもダメそうだということになっていると。でそれでいてね、それでついに学校まで休みになるぐらいになったとなると、次は企業の活動が多分どんどん停止していくんじゃないかと思うんですけど、もうね、なんか下手な自粛とか、ね、なんかしない方がいいんじゃないかなって気がしてきてるんですよね。もうなったらなったでしょうがないみたいな、このレベルで何でもかんでも病気に恐れて自粛するようになったら、もう経済が終わってしまうんじゃないかな。会社の営業をやめるとそんなことあります？昨日新幹線のファーストクラス乗った、新幹線のグリーン車乗ったんですけど、普通車は混んでたけどね、グリーン車は全然乗ってなくて、本当に乗ってなかったんですよ、混んでる時間なのに。多分出張がすごい減ってるんだと思うんですけどね。で飛行機の国内線のファーストクラスも乗ったんですけど、いつもねファーストクラスって安くてすごいサービスいいのに値段安いから人気あって、先にファーストクラスから埋まったりとかするんですけど、ファーストクラスもね全然人が乗ってないんですよ。もうガラガラでね、16人ぐらい乗れるのに5人とかしか乗ってなくて、おかしいんですよ、こんなことないんですよ普通は。でこれがもうあと何ヶ月も続いたら、この景気のせいで苦しむ人がね絶対出ると思うんですよね。それもそれで避けなきゃいけないし、この病気はそんなにとんでもなく重い症状ではないということがだんだん分かり始めてますから、守らなければならない人は、よく守って、その上でもう果敢に挑まなければならない。私たちが普段風邪にかかることをそれほど恐れないじゃないですか。風邪うつされるからって言って外出を控えるとかあんまりしないでしょ。むやみやたらに冬は出かけたり私もしませんけど、満員電車も避けますけど、だから取れる対策は万全にやった上で、勇猛果敢に立ち向かって経済を回すっていう役割を担う人がねいないといけないと思うんですよね。病院の人たちはこの病気に勇猛果敢に立ち向かってるわけじゃないですか。経済を動かす人たちだって